泥にそののがしっっかりいいてていて面白いなと思ってた甲子模のです。全体にこのとおり細い線が規則的に入っていてこれまで見てきた瓶の中でもあまり見られないようなデザインですごく気に入りましたね一目見ただけですごくあこれいい瓶だなと思いましたまあ具体的なエンボスっていうのはそんなに大きく入ってはいなかったんですけどちゃんと下の方に入ってましたね TTC 大阪えネット 550cc というふうに入っています で、この TTC って一体何なんだっていうことなんですけども、他にも瓶がありましてよいしょ、こんなやつも見つけたんですね。形がすごい面白いんですよね。すんごい上から下の方にかけてすぼんでて細い瓶なんですよね。ボーリングのピンはどっちかというとコカ・コーラみたいな形なんで、こう人の形というかなかなかエキセントリックな形をした瓶なんですが、そこの方にエンボスがありまして、 TTC、350cc ネットてるんですね。こっちも TTC こっちも TTC っていうふうになってるんですが自分の予想としてはシロップが入っていた瓶じゃないかなと思われますどちらもですねこちらだけだと何の瓶かよく分かんなかったんですけどもシロップ系の瓶っていうのはこんな感じでデザインがすごく凝ってるのが多いんですねソース瓶とかと同じで他の会社とサイをつけて自分のとこの商品をイメージ付けようという作戦だと思うんですけども とにかくエンボスが凝っているのが多くてこの瓶もこれだけ特徴的なデザインなんでシロップが詰められていた瓶じゃないかなというふうに推測しています大阪にあった企業っていうのがこれで分かったんですけどいまだに TTC が何の略で、まあ、本当にそういうシロップとか作ってる会社だったのかっていうのが分かりませんもしかしたら瓶の製造業者かもしれませんしねひとまずこれは今後の研究課題かなというふうに思っています、まあ、何にしろやっぱりこの瓶すごくデザインが素敵なので大事にしたいなと思っています これが出てきた時は嬉しかったですね。もっとこういう凝ったデザインの瓶が出てきてほしいところですね。まああまり大きいと置き場所なくなっちゃうんで困るんですけど。今回出たものの中にはこんなものもありました。180ml 入りの清酒の瓶です。いろんなプリントが残っていてご当地感があって楽しいアイテムです。牛乳瓶と同じで結構集中的に集めてる人もいるんじゃないかなと思います。今回何が出たかというと。 どっちも京都の地酒で有名な企業ですね。こっちは青酒の成果、松竹梅。言わずを知れた名ブランドですね。松竹梅。と、こっちがちょっと表の方剥がれて読みづらいんですが、えー、伏見の青春、えー、名誉館という風に書かれています。こっちは知らない人もいるんじゃないかなと思いますね。やっぱり地元のものが手に入ると嬉しいですね。とても味わいがあっていいなと思います。それぞれのデザインがいいです。こっちは何と言っても白と赤の組み合わせがおめでたくていいですね。 やっぱり紅白になっていて、でしかも松竹梅ですからね、ちゃんと竹、梅、松のデザインがあしらわれていて、とってもおめでたい感じです。このデザインは何と言っても味があって素敵ですね。裏側は企業の名称とその所在地がプリントされていることが多いです。こちらは有名な宝酒造株式会社ですね、名前がプリントされています。京都市伏見区ですね。やっぱり伏見は何と言っても日本三大醸造所の一つですから、有名どころですね。 社の字が旧字体になっているあたりが時代を感じていいですね。古いのかな。と言っても60年代あたりだとは思いますが。宝酒造で言ったら、後ろの方にも面白い瓶が一本ありますね。これがそうですね。登録商標、宝。これ、宝の字ですね。なんか、ハンコみたいな字になっている宝と、そこにも宝酒造株式会社ってエンボスが入ってまして、 裏で賞味 600cc 詰めという風になってるんですがこの瓶はおそらくみりんなどの製品が入っていると思われる瓶ですねなんか多分この中に焼酎なども入れて売っていたんではないでしょうかう宝志道はいろんな瓶を出していましたまあウイスキーだったり、ね、ビールだったりもありますがこういうオーソドックスな製酒の瓶もいいなと思いますねこっちは表は字が剥がれてしまってるんで何とも言えないんですが裏面の絵がすごくいいなと思いましたこの昭和レトロなデザインですね お酒は名誉館と書かれていて、さっき紹介したようなものすごく大きい瓶を抱えている子供の絵が描かれています。ちゃんと瓶のラベルのところには名誉館という,ふうに字がありますね。こういうの細かくて好きですね、やっぱり。所在地は、株式会社山本達右衛門。すごいですね、この名前。<laughs> なんともこう時代を感じるというか、非常に伝統のありそうなお名前ですね。京都市伏見区ですね、同じ区。さすがお酒どころといったところでしょうか。かなり多いですね。 こういった瓶が。他にもこういうタイプの瓶では、えー、白鶴だったり月桂感だったりっていう風にいろいろあるんですが今回はこの2種を新たに加えることができました中でも松竹梅こんな瓶があったの知らなかったですし名誉感もブランド自体はあまり知らなかったので、まあ、初顔だったっていうのとこの何ともかわいいイラストがついているというのがいいですね木桜なんかもあのカッパの絵が描かれている一連のイラストの瓶がいいなと思いますね他でもこんな シリーズのものののもがあってカッププ酒酒タイプのお酒の瓶ですねこういうのはまあナーリングが入ってるのが大体多いんですがやっぱりそういうのを差し置いてこのイラストの魅力っていうのはすごくありますねとっても可愛いと思います中でもですねイラストレーターの方が手掛けられたらしいんですけどこのカッパですねなん,かなんとも色っぽいというかこう生めかしい感じがありますねプリントがなんといってもすごく魅力的な瓶だなと思います静止の瓶というのはこう集中的に集めて いいたきいですねもう昭和レトロのアイテムででとてても気に入っいいいます。いい便ですね。こういうタイプの瓶ってよく出るなと思って正体が気になってたんですけどもラベルがついた瓶がいっぱい出てきたので何なのか分かるようになりましたこの左3つがそうですねネスカフェのインスタントコーヒーの瓶になりますそれぞれサイズとかデザインが違うんですね これが一番ノッポのやつ。上にちょっとだけディンプルと、下部にディンプル模様が入っていて、っと口元のサビ汚れが取り切れてないんですが、これはちょっとちっちゃくて、上のディンプル模様が少し長くなってて、下にまだ入っています。これは共通してるんですけども、これはちょっとディンプルの入り方が違うかなと思います。ラベルのデザインも若干変わってますんで、コーヒーという大文字とこっちは小文字になっています。蓋にはバッチリネスレって入ってますね。一番右の瓶が紹介したのやつなんですけど、 これが中では一番古墳なように見えますね。全部新しい瓶だとは思うんですけど。特徴は、えそこの方に、イカリと H を組み合わせたマークが入ってるんですけど、これはアンカーホッキング社のマークになります。アメリカのガラス製造会社で、ファイヤーキングシリーズを手掛けた会社として結構知られています。だからびっくりしましたね、このマーク見たときは。そのイメージが強かったので、ああ、普通に瓶も作ったんだなと思って、ちょっと関心というか、新しい驚きがありましたね。あとは、そこの方に記号が入ってるぐらいなんですけど、 これは今まであまり見たことのない I という記号が入っています。これは向こうの製造会社でしょうかまた調べてみますね。この瓶も I って入ってるんですけど、ネスレと入っています。瓶の作りから見てわかるように、とても古い瓶ではないですね。かなり新しい瓶で、1960年代以降だと思いますね。もしかしたら70年代とかあるかもしれません。ナーリングが入ってないだけで。ラベルはボロボロですけど、一応こんな感じです。これは赤と黒を基調にしたラベルになっていて、 これなんか全面結構綺麗に残ってますね。ネスカフェインスタントコーヒーという風に残っていて、と裏と表同じデザインになっているタイプですね。これもネスレのマークがバッチリですね。木に止まった鳥のマークが入っていて、これはボロボロですけど、さっきのと違うのがコーヒーのところが小文字になっているという違いですね。あとは横のところに日本語表記が加わってますね。ネス日本株式会社とかいう文字が入るようになります。で、この瓶がまた違うタイプです。トラベルが new っていう風に左上に出てて、あとはま、同じですね。スカフェインスタントコーヒーっていう風に書いてあって、ここは違うかなあと、like all coffee って書いてあるんですかね。ラベルが失われて見えないんですけど、また違った表記があります。下のディンプルのところに数字が入ってて、ね、アンカーホッキングのマークが入っています。今までの瓶は、こう、i だったりとか、日本で作ったと思われるこういう y の記号が入ってる瓶とかもあるんですけど、このタイプはアンカーホッキング社が作った瓶のようです。 まあ、この瓶はですね、そんなに古くないんで、あまり注目されることはないんですけども、それも寂しいんで、何か利用できないかなと考えて、こうしました。<laughs> 器用にやればこういう風に成功することもあるんです。見事にスパッと切ることができました。並べてみてもこの通りです。すごい綺麗に切れました。これもアンカーホッキング社のマークが入っているんで、まるでアンカーホッキングの食器みたいになりましたね。このグラスにネスレのコーヒーとか注いでみたら、当時の再現みたいなのが面白いんじゃないかなと思います。まあ、ひとまず。 ネスレのコーヒーヒでしたあ。これはささっと紹介しますけど四角い牛乳瓶が出たんでメーカーどこかなと思って見てみたらプリントアートが結構はっきり見えたんですねこの通り明治のマークと明治牛乳の文字が入っていますで右側にはコーヒー紅茶にミルクっていう風に入ってるのが見えると思いますここもしっかり映りますね明治ミルクビタって書いてあります、ね、で明治のビタミンミルクの瓶ですこの瓶いくつか見つけてるんですけど全部プリントが剥がりやすいのが全て剥げ落ちた状態で見つかってます 確かプリントは青色だったと思うんですけど、缶完品を見つけたいんですけど、なぜかみんな剥がれてます。同じ広告入りだったらこんな瓶もありますで。普通のミルクの瓶で、カタカニ明治。コーヒー紅茶にミルクっていう広告が入ってます。同じ広告が入ってるんで、同時代の瓶かなと思うんですけども。か、それにしては、こっちのプリントは綺麗なのに、こっちは全て綺麗に剥げ落ちているっていう、なんか不思議な状態になってます。またいつか完全にプリントが残った瓶を手に入れてお披露目したいですね。崖 ひときわ緑色の瓶が映ってたと思うんですけど、引っ張り出してみたら意外と古い瓶でびっくりしました。ね、肩に筆記体でリボンシトロンという風に入っています。もう片方もリボンシトロンと、えー。札幌ビールから販売されていることで有名なジュースのリボンシトロンの瓶ですね。今も北海道に行ったら普通にスーパーとかに並んでいるようです。ナーリングも入ってなくって、こ作りしっかりしているんですけども、時代としては割と古いものになります。昭和初期くらいはあるんじゃないかなと思われます。 この瓶の歴史なんですが、普通のジュースの瓶でも見かけたことがありまして、以前にこんな瓶を拾ったことがあります。これはリボンシトロンじゃなくてリボンジュースなんですけども、同じリボンというブランドに属していたジュース瓶で、エンボスも入ってます。リボンジュース。反対側もリボンジュースという風に入っていて、下にサッポロブルワリーという風に入っています。じゃあネットコンテンツ 200ml という風にぐるいとエンボスが入っていて、 リボンっていうのが一致しているんですね。同じブランドに属している瓶です。で下の方ですね。面白いのがプリントが、札幌ビール株式会社っていう風になってるんですけど、この瓶、もうちょっと古いと、日本麦酒っていう風な表記になっているそうで,で、このリボンシトロンも同じく大日本麦酒に属していた事例があったんですね。このリボンっていうブランドは、大日本麦酒から販売されていたブランドで、戦後、札幌ビールから販売されるようになったのが、このリボンブランドなんですね。そんな経緯があるんですけども、こちらリボンシトロンの このシトロンって意味なんですが、えー、柑橘系で味付けした炭酸飲料のことを指す言葉だそうです。おしゃれな響きがありますけど、大意味合いとしてはレモネードとかそっちの方に近い飲料だったんですね。も当時としてはハイカラな飲み物に移ったことだと思います。そういしても崖からこんな古めの瓶が出てくるとは全く思ってなかったですね。思いがけない収穫でした。棚から瓶とは言わないと思いますけどね。前回は雪印人魚の瓶を取り上げたんですが、こんなものも出ました。 蓋にしっかり雪印のマークが入っていて、特徴といえばこの肩のところにあるぐるーっと入ったダイヤ模様ですね。逆に言うとそれ以外に特に特徴がなくって、ナーリングがないので、1960年より前のものかなと思うんですけども、こう新しい感じがしますね。で、私が主にこれ、濃縮系ジュースの瓶じゃないかなと思うんですけど、理由が、こういう瓶もあるんですね、こういう瓶。何の瓶かっていうと、 これですね、今もシロップとかで有名なメージアの瓶です、ね。今もスーパーに行って、かき氷のシロップとか見てもらったら、メージアっていうふうにあると思うんですけど、そこの企業の瓶です、ね。おそらくシロップとか濃縮系のジュースが入っていた瓶だと思います。古いとこのように全面にメージアと入っていて、それより新しいのだと、デザインはさっきと同じなんですけど、そこ周りに3箇所それぞれメージアというエンボスが入るようになります。形を並べて比較してみると、この通りそっくりです。 明治ジと同じような濃縮系のジュースか何かの瓶だとは思うんですけども今のところ詳細不明です何かご存知の方おられたらぜひ情報を提示していただけるとありがたいですこの瓶一見したらビール瓶みたいなんですけど肩に入っているエンボスで正体がわかりますミルトンとアルファベットで入っていて反対側には肩側でミルトンという風に入っています下にはこの通りネット6 3 5ルっていう内容量表記があるのであんまり古い瓶ではないなっていうのがわかります で、ミルトンっていうと、あの CM で、哺乳瓶とかの消毒する薬剤の CM がよく流れてるんですけど、これその瓶じゃないんですね。こんな瓶が結構有名というかよく出るんですけど、引き体の形でミルトンという風に入っていて、この瓶は 400ml の瓶になります。で、そこにも、こうなんか M とかなんとかエンボスが結構入ったりするんですが、おっと、この取っ手付きの卵型の瓶は結構可愛くて気に入っています。あこっちの瓶は、 初見というかあんまり見ない形なんですけど時代がより新しいのかそっけない形になってますねで蓋にはこっちの瓶と同じ時代でミルトンというふうに入っていますでまた詳細の方は、えー、テロポの方で出しますけども大阪の方にこういう濃縮系の飲料を取り扱っている会社があったようですね前田商司だったかな というところがありまして、ラベル付きの画像とかが出て、それが明らかになったみたいなんですね。今までこの瓶結構出るんだけど、どんな瓶だったんだろうっていうのが疑問にあったんですけども、最近結構詳細な情報が出てきて、正体が判明した瓶になります。また他、この瓶のサイズ違いとか、新しい瓶が出てくるかもしれないので、また出てきた際は取り上げたいと思います、ね。取っ手付きのジュースの瓶っていうのは結構可愛くて好きですね。他の取っ手付きのやつでは、こんなデザインのやつも出てるんですね。くびれてて。 前面がこんなラベル窓がついてて、全体にこうぐるっと面取りがされている瓶も出てるんですけども、これも正体不明です。こっちはミルトンですけど、これはまた別の濃縮飲料の瓶だったと思われるので、また何か情報がつかめたらなと思います。